を見てもらうと分かるんですけど、もう意味が分かんないです。バリッキチ、はい、今回出張坂戸店のコーナーはなんと今回トラストさんにお邪魔しております。まあ後ろに見てもらう通り、あのトラストの伝統的なカラーリングのあるあの GR86 ありますけども、今回はあの80スープラ、あのアヘッドのデモカーでもある80スープラの、まあ、エンジンがあの完成したのコンプリートエンジンなんですけど、もういろいろチューニングパーツを盛り込んであの完成したので、これからあのダイナパックというシャシーダイナモがあるんですけど、まあ、そこでいろいろ負荷をかけながら精密なセッティングアップをして、あの次走行会とかで使えるような仕様にしていきたいかなというふうに思いますので、今日はぜひご覧になっていってください。まあ、チューニングって、まあ、そもそもあの物を合わせるとかバランスを取るっていう意味合いがあるんですけど、結局その新しいパーツ、チューニングパーツをつけると純正の ECU、 もともとついてた純正パーツでは、まあ、足りない部分とか多すぎる部分っていうのが出てくるんですよ。空気が入ってきたりとか燃料を吹きすぎたりとかっていうのがあるので、まあ、そこのバランスを見ながらしっかり燃長を整えて、しっかりパワーの出る、あの入れてるパーツのポテンシャルを最大限引き出すようなあのチューニング、電子制御の方をいじっていこうかなというふうに思っています。はい、ちなみに今何馬力ぐらい出てる？いや正直まだ分かんないですよ。純正、自分も 2JZ のエンジン初めてなんで、まあ結構この頃のエンジンってやろうと思えば1000馬力以上簡単に出てしまうんですよ。なんで、まあ、今回はあの、まあ、1000馬力になるとちょっと実用性がなくなってしまうので、まあ、それをちょっと落として、まあ、700とか600とかそこら辺の実用性も兼ね備えた範囲内でいろいろセットアップができればいいかなというふうには思ってます。はい、じゃあそれではやっていきましょう。これがダイナパックって言って、確かニュージーランドのメーカーだったと思うんですけど、あの実際にハブに取り付けて、まあ、ローラーとは違ってハブに取り付けられるんで、まあ、タイヤのスリップとかそこら辺が出なくて安心してセットアップできる、これがまあシャシーダイナモ、まあ、ダイナパックっていうんですけど、まあ、こういったもの、まあ、1000万円以上する、まあ、超高級機材なんですけど、まあ、これをハブに取り付けて、あのこういうアタッチメントがあるんで、まあ、これを実際に取り付けて測定していくっていうような形になりますね。でちなみにあのこっちのディスプレイの方でセットアップ、細かくセットアップしてギアのレシオとか全部合わせられるので、例えばその車の方で何速何回転でっていうのを全部こっちでセットして、で最後あの負荷を変えながら調整できるっていうのが、まあ、このダイナパックの特徴かなっていうふうに思いますけど、まあその実装に比べてかなり安全にセットアップできるのと、やっぱこういう機材があるとあの細かいところまで普段の走行で頑張らないと入らないようなところまであの安心してこうセットアップできるので、結構こういうダイナパックがあるあのショップさんとかも多いんですけど、やっぱりそういう精密なセットアップができたりするので結構人気なところが多いですよね。はい、スバル車とかは結構やったことあるんで分かるんですけど、今回 2JZ って初めての車なので、まあまあそこも含めていろいろ見ながら勉強しようかなというふうには思ってます。エンジンの方はまあこういった形でエンジンルーム見てもらえば分かるんですけど、まあ、純正からはもう程遠い形になってしまいましたけど、まあ、トラストさんのサージタンクだったりあのフューエルデリバリー、まあ、燃圧を安定させるためにやっぱエンジンがこれ 3.4 リッター の、まあ、あのフルチューンのやつなんですけど、やっぱりそのある程度、まあ、ボアアップするってなると燃料も噴射しないといけないので、まあ、こういったところであのトラストグレディさんの、まあ、パーツを使ってあのしっかりとした燃焼を出せるように、まあ、しているかなっていうところではあります。はい、まあ、あとはそうですね、あの吸気もそうですけど、まあ、ターボも大きくして GCG ターボが入っていたり、まあ、吸気側 H ケースであったりとか、あのカムスプロケも H ケースであったりだとか、であとこっち の、 あのスロットルとかデリバリーサージタンクはあのトラストグレディさんの使っていたりするので、まあ、かなりいろいろふんだんにあのチューニングアフターパーツメーカー の、 あのパーツを取り揃えた 2JZ エンジンなんで、かなりこれもこれで希少かなっていうふうに思います。はい、めちゃくちゃパワー出ると思いますよ。めっちゃパワー出る、多分やろうと思えば多分1200馬力とか余裕で出ちゃうんで、ちょっと危なすぎてそれは一般道走れないんで、ちょっとね落としながらやっていこうかなというふうに思います。このままやっちゃうとエンジンがオーバーヒートしちゃうから、まあ、これでしっかり風当てながら、ぶっちゃけそのこれでも正直足りないぐらいな感じなんだけど、でもこれが限界値、本当に高いやつだともっとでかくて風洞実験灯みたいなので風当てたりする。これ何だと思います？
逆に何だと思いますか？ヒント、ヒント、こっちにちょっと線が見えますね。赤と黒の配線が見えます、ね、何だと思いますか？さて問題です。何だと思いますか？これバッテリーです。ここにバッテリー、まあ基本的に移設させてバッテリーとか重たいんで、リアとかに移設すると結構回答性が良くなったりだとか、結構チューニングカーとか、まあ、RX7 FD とか乗ってる人もよくやるんですけど、まあ、後ろにバッテリーを移設して車内になるんで、ちゃんとこういう隔壁を作ってあげて、で移設してあげると。だからここに配線がプラスとマイナス出てますけど、これがバッテリー用の配線です。ザ・チューニングカー。今燃料テーブルっていうのをいじってて、大まかにその空燃費、普通の空気とガソリンの燃料の噴射を変えて、理論空燃費っていうのが 14.7 なんだけど、空気と燃料のね、混合気 14.7 っていうのが理想、理論空燃費で、でまあ要はそこ、まずアイドリングするときに 14.7、 アクセル吹かしても 14.7 近くにしないといけないから、今やってる感じだとちょっと濃すぎてかぶっちゃったのね。だから今燃料の噴射量をちょっと少なくして、セッティングようやく終わりました。コンプリートエンジンであったり、まあ、ほとんどチューニングパーツがふんだんに盛り込まれているエンジンですけども、まあ、すごいですね、まあ、スバルの馬力とかトルクに慣れてるんで、ここ見てもらうと分かるんですけど、もう意味が分かんないですね。573馬力、ちなみにこれ係数1なんで、多分エンジン馬力で言ったらさらにどれぐらいでしょうね、プラス50馬力ぐらい、だから600馬力超えみたいなエンジン馬力だけで言うとあるんですけど、いやもう慣れないですよね、数字が。VAB とかせいぜい頑張って380とか400なんで、まあすごいですね。まだこれからまあいろいろな機会があって走ることがあるかと思いますけど、まあそこでまた少しずつECU のマップをこうモディファイしながら変えていきながら、いろいろ進化させて80スープラの方をしていきたいなというふうに思いますので、まあ今回本当にトラストさん、車種代含めていろいろ協力いただいて本当にありがとうございました。また機会があったら引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。バイバイ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。